AKB48 の横山由依です。今日はツヤ肌メイクをしていきたいと思います。これもメイクし終わってるんですけど、いつもはパウダーしてちょっとマットな感じに仕上げたりとか、マスクの生活も増えてるのでそういうことも多いんですけど、やっぱりこうお家にいる時間とかツヤ肌でいたいって時はあると思うので私も結構ツヤ肌がやっぱ個人的に大好きなので、ツヤ肌メイクのやり方を紹介していきたいと思います。では早速やっていきます。スキンケアまで終わってるので下地からやっていきますね。これローラメルシエのピュアキャンパスパワープライマースーパーチャージドエッセンス、これはベースなんですけど、今日はツヤ肌にしたいからポイントでこうやって取っていくんですけど、こういう感じで取りまして、でこうやってのせていきます。ツヤ肌にしたい時ってありますよね。こうやってその下地を塗ったら、もうこれだけでねめっちゃしっとりして、さっきスキンケアした時よりもこうもちもちって感じになります。でその後これもハイライト的な感じで入れるやつやねんけど、ローラメルシエのピュアキャンバスプライマーイルミネーティングトラベルサイズ、これトラベルサイズで、なんでトラベルサイズかというと、この下地を買いに行った時に、その時がね、確かクリスマスコフレのシーズンで、このトラベルサイズが3本入ってる。違うやつもね、含めて3本入ってるっていうのがあったので、そっちの方がおすすめですって言われたからそうしました。で、こういう風にツヤを仕込んでいきます。なんか全体に塗ってもいいかなって思ってます。マットな肌がいい時もあるしさ、難しいよね。自分の好みで好きにできる時はいいけど。で、まあこの質感を見ましたら、はい、これローラメルシエのクッションファンデ。これね、いいですよ。カバー力めっちゃあるし。つきすぎちゃうので、結構クッションファンデは。つきすぎないようにするのがいいかな。でも本当にクッションファンデってめっちゃいい。各社から出てるけど、クッションファンデさえあればいいみたいなとこはあるよね。こんな感じで結構ね綺麗な感じの、トーンアップもするし、これ白くなるんですけど、めちゃくちゃこのクッションファンデおすすめ。これおすすめ、いい、こういう感じになります。なんかちっちゃいね、私、そのシミとかそばかすとかが結構あったりとか、あと最近やと赤みが出ちゃったりとかすることがあるから、そういうのがクッションファンデで一気にこう、なくなるので、カバーができます。で、この MIMC のコンシーラーで、私もうだいぶ減ってるけど、こっちのね、色。一番大きいゾーンで、ちょっと気になるところね、赤みとか、いろいろ。のを消していきますね、あとなんか小鼻の赤みがね結構気になるかも最近だから、そういうのとかも消したりとかして、今日のツヤ肌のやつはあんまりなんか塗ったっていう感じにしたくないから、がっつり隠しましたっていうよりかはちょっと光で飛ばすイメージにしたいので、こんな感じかな、どうでしょうか、こんな感じでなってます塗ってる。そしたら次は普通に眉毛やっていくんだけど、眉毛はねこれ最近これフーミーのアイブロウパウダーのブライトブラウンってやつをねこうやって使ってます。最近はこのピンクが入っててすごい可愛いんですよ。でこれを専用のブラシにとって、私結構ピンクと、あとなんか眉毛の色が結構暗めじゃないってそうメイクさんに言われて、明るくしようと思ったので、今までやったらこのピンクとこっちを使ってたんですけど、ピンクとこっちを混ぜて使うようにしてます。でやっていきますね。こっちの端っこの方からでいきます。眉毛ね、なんか眉毛のマスカラでこう結構印象を変えれるってことはね最近教えてもらったので、色をね暗くしたい時は暗くしていいねんけど、それやと結構重たくなっちゃうかなと思って、だからあんまり重たくならない色にしたりとか、
逆にもうすごい明るめのね、ふわっとした眉毛にした方がいいかもっていうのがあって、やっぱりね、こういろんな人にアドバイスもらったらどんどん進化していける気がしますよね。こういう風に感じで眉毛描きました。で、ちょっと今日はこの MIMC のいつも使ってる眉毛マスカラ02番です、これを使ってできます。だからそんなにこれはね、明るーって感じではないけど、馴染みつつ眉毛の色はちょっと明るくなるくらいのね。はい、これも肌がね、結構ね、ここはツヤツヤな感じに仕上がってきてるんですけど、そうしたら次はこれめっちゃおすすめ、 AKB 卒業した、で今焼肉屋さんの内田真由美さんっていう先輩がねくれたスックなんですけど、スックのアイシャドウめっちゃいいの、これかわいい、使ってるデザイニングカラーアイズの04番ですね。これめちゃくちゃ良くて、まあ結構ピンクやねんけど、まあ多分リニューアルするからこのやつはもうね、売り切れたらなくなっちゃうかもしれへんからあれなんですけど、この色がねもう絶妙で上品なんですよね。もう上品なラメ。じゃあこっちの色の一番明るい色をブラシのね、このちょっとなんかふさふさってなってるやつにつけて、この目の上に塗ってきます。このアイシャドウユキリンも使ってる私がプレゼントしてもらったみたいな話したら、それ今日なんか頼んだみたいなこと言ってて、こっちやっぱツヤが違う。こっち何も塗ってないんですけど、ツヤツヤ、うん、綺麗なツヤ。そうだからレコ大の時とかはユキリンとおソロのアイシャドウを使ってました実はね、うん、こういう感じでちょっと濡れっぽいツヤになってますね。で、そしたらちょっとこのピンクがめっちゃ可愛いからピンク使っていきたいんですけど、この一番濃い色をチップにとって、んでちょっと二重の幅ぐらいに入れてきます。なんかそのね、内田さんがね、まあ、内田さんはそのグループにいる時からすごい仲良しで、例えばしーちゃん、大谷静香ちゃんとか、なんか北原理恵ちゃんとか、みんなで一緒に遊ぶってなった時とかにご飯したりとかってしてたんですよ。もうそれもう7、8年前かもしれへんけど、なんかそういう風に遊んでたりとかしてて、で仲良かったんですけど、お誕生日おめでとうみたいなことを言ってくれて、事務所にプレゼント送ろうと思ったんだけどみたいな言われて、いやいやいやみたいな、事務所に、なんで事務所じゃなくてお家にね、まあこんな時期やからあったりはできんから、じゃあ恐れたお家に送ってくださいよっていう話してて、事務所に送ってくれようとしてた千田さん、こういう感じになりました。うん、そしたらこの薄ピンクを使ってこっちの右下のね、ぼかしていきます。これはね、ちっちゃい細い方のチップに取ろうかなって思う。で、ちょっと境目をね、なくしていく感じにします。グラデーションをね。で、こっちの一番左上の色をこう指に取って真ん中にのせていきます。こういう感じでアイシャドウができました。うん、結構陰影が出たかなと思いますね。そしたらもう今日は超ナチュラルにしたいので、アイラインは目尻だけ引こうと思います。はい、このもう私が大好きなこのリンメルの、ね、オレンジの、リンメルエグザジェレートラスティングリキッドアイライナー102番なんだけど、もうこっちの目尻だけに引く。目尻だけに引くとでもね、浮いちゃうって思ったらちょっとつなげてくださいね。どうですか。で、こっちも逆も持っていきます。こういう感じでちょっとなんかシュッていう感じで入れました。そしたらこうまつげを少し上げます。まつげも上げるけども、このビューラーって本当にすごいこういう風にね、ちょっとまつげが上がりました。そしたらさっきのねスックのアイシャドウがピンク系やったから、このもう大好きキャンメイクのこのマスカラをつけていきます。なんか食べた朝、私ね、まだ食べてへんからお腹すいた。もうこれもね、さらっと塗るぐらいで大丈夫。
ふらっと塗ってこういう感じです。そしたらこれもねこういう感じでいい感じになってきてんけど、ハイライトをしたくて、ハイライトはこれセザンヌのパールグローハイライトです。シャンパンベージュ、これねめちゃくちゃツヤってなるから、これ元のやつね、元のやつで、ここにちょっと入れるとほら鼻筋が出た。で、まあまあここのわかるかな、ここにこう三角の感じに入れて、で、顎にも入れて、そしたらこういう感じでね、ちょっとツヤっとまたツヤ感が増します。うん、そしたらですね、まあなんかこれは本当にツヤ感だけでいきたい感じやから、このアディクションの、リップグレイズ101、これねクリスマスコフレに入ってて、なんかピンク系やねんけどめっちゃ可愛い、塗りやすいしね。これを唇に塗ります。うん、こんな感じナチュラルに仕上げました。ちょっと肌をねもうツヤ肌みたいな感じにしたいから、もうこの目は私いつも下に茶色いシャドウ入れるねんけど、それもせずにいこうかなって思ってます。じゃあちょっと髪の毛やってくるね。前髪やってきました。ちょっと今日はスッキリとまとめたいなと思ったので、まあ普通にざっくり結んで前髪だけちょっとアイロンでやって、でちょっとオイルをつけてこういう感じで束っぽくしてみました。でそれやってる時にあのリップがさっきの、まあ、このグロスだけでもすごい可愛いなと思ったけど、なんかこれだけやとちょっとだけ薄い薄すぎるかもって思ったので、これはねツヤ感とか出てすごい可愛いねんけど、この前に下にこの NARS のアフターグローリップバームっていう、もうこれねめっちゃいいんですよ。色がねすごい綺麗で、これくらいの感じなんですけど、まあ薄付きやけど色はちゃんとつくみたいな感じのやつをねちょっと塗っていきます。でこの上にあのさっきのアディクションをのせたらもうすごい可愛い感じになるので、これすごいナチュラルに色づくし、あとは保湿もねすごいしっかりしてくれるのですごいおすすめ。こういう感じのめちゃくちゃ発色良くない？もう最近ずっと使ってるねんけど、これちょっともう一本買っときたいぐらいもうお気に入りのやつで、この上にさっきのこれをねのせていこうかな。そしたらもうすごいツヤツヤになります。できました。こういう感じでツヤを今回は仕込んでいったので、ちょっとポイントを振り返っていきたいと思います。まあスキンケア終わった後から始めたんですけど、このまずこのローラメルシエの下地は、これは水分を肌にこう足してくれるイメージで、すごいしっとりするし、内側からこうちゃんとツヤ肌を作れる感じなのでおすすめですね。透明というかもう色がねこの、まあ、白いんですけど、この瓶で見ると色とかもつかないので邪魔しない下地です。でその後にのせてたのがこの下地ですね。これはあのラメ感がすごいあるんですけど、そのねラメがねすごい綺麗で、ちょっとこういう風に色づいてて、で、まあ、伸ばすとここもなんか見えるかな、こういう風にちょっと塗ってないところと結構差があると思うんですけど、綺麗なこうナチュラルなツヤをこう足してくれるハイライト的なイメージですね。でやってくれるものをやった後にこのクッションファンデを使って、クッションファンデは本当にちっちゃい細かい嫌なところも隠してくれるので、それはすごいおすすめです。でその後は使ったのはこのスックのアイシャドウなんですけど、これはやっぱピンクやから、まあこれから春になっていくとすごいいいし、多分このリニューアルされたものもやっぱスックのアイシャドウっていいと思うので色も綺麗なんですよね。発色も綺麗やし、でもなんかやりすぎてる感じにもならなくてこなれてるメイクができるかなと思うので、このスックのアイシャドウおすすめです。で今日ポイントとしては、このアイラインをもうがっつり引かずにこう、まあ、目尻だけ引こうと思って、目尻だけ引くってなったけど、目尻だけ本当にこうピッてやるだけやと、ちょっと目が本当に私の場合はまつげの隙間が結構あるので、急になんか描いてるなみたいな感じになるので、そうならないようにちょっとこう足していきました、うん、でもう下のあのやつは入れずに、涙袋とかもやらずに、今日はこうちょっとね
ツヤ肌をこう生かしたい、ナチュラルな感じにしたいということでこのメイクにしてみました。あ、ちょっと待って、寝てる予定やったからこの時間までそうなっちゃったけど、まあこういう感じでやってきました。いろんなね、メイク方法あると思うんですけど、よかったらツヤ肌にしたいって時とか、あとはこのスックのアイシャドウを使いたいって時に参考にしてもらえたら嬉しいです。ということで、動画見ていただきありがとうございました、チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。